はい、五条市の猫塚古墳でございます。ちょっとずっと待ってみましょうかね。ええ墳ですね。風が今日冷たいね。東から西側の方に回ってみましょうかね。西側の方にずーっとね、あんま見当たらんな。これもうそこそこ大きいですね。これ五条にして大きいね。五条には前方後円墳がね一気あるように聞いたんやけど、いや一気か二気ある聞いたんやけどね、なんか変なんだね。全然これ看板ないかね。これどっかと間違ってるかね。これ俺間違ったか。これ猫塚こんなはずやけど、これひょっとすると間違ってるかもしれんな。あ、ここに看板ある。看板あります、あります。あ、間違いなかったです。猫塚古墳です。これね、高さが、書いてないか。古墳って書いてあるけど、古墳しか見えんけどね。古墳かね、これ。あ、これで見た古墳やな。なるほどね、大墳でございましたか。英語の思ったけど32m。 ちょっとね、ちょっともう削られてるんでね。ああ、こっちから見るとそうやな。はい、反対から見ると分かりますよ。大墳でございました。これで分かりますね、大墳っていうのがね。反対から見るとほんまに英語しか見えなかったんだけど、これがね門川やからね。石室はあんのかな。見れるかな。見れそうもないかね。どうも分かるな、これじゃ。これじゃ分かりませんね。これ上一回来てるな、これ。来てますね、これ。夏に、何年か前に。今思い出したけど、こっちからもう感じ的にはもう円墳やもんな、これ見た感じ。横から見ると方墳っていうのは分かんないけど、ふわふわいっぱいやね。もう行かれませんね、これ。入るとこなさそうですが、あれ看板かね、あれ。ちゃうよね、あれ。看板じゃないね。うん、やっぱり、英語じゃなくて、方風やね。方風間違いないね。なんか、記憶蘇ってきたんだけど、どっかその辺からずっと入ったな、なんか中に。ほんで、上上がれなんだよね。この棺虫がいっぱいやからね、これ棺の棺装置の、これなんか知らんけどさ、前どうやったかな。なんかそっから上がれそうで上がれそうでないもんね。ちょっと上がった後ないな。あ、これはあれで記憶ある、そこまでな。上がれんかったね。
歩いてる人おんのおんのよ、ここね、ここ。ここがね。ここで歩いてんだけどね。これ上がってんのかな、これ。これ上がってる可能性があるんだけどね、ちょっとこれは上がれんな。ちょっと上がれないですわ。上がれても降りられへんな、これ。やめておきましょう。起こして怪我するのが関の山や。まあよく興奮で転んどんでね。やめておきましょう。ここで見たら分かるね、これね、興奮時のが。ここね、この辺見たらね、興奮時のが絶対分かります。あの山なんだ、あの山は。踏むこねえな、あの山は。はい、猫塚古墳でございました。ありがとうございました。